マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は願いが叶う潜在意識の使い方として具体的に理想の未来の描き方をシェアしていきたいと思います。実際にこれで願いが叶った方法になりますので、ぜひ最後までご視聴ください。またこうした潜在意識の話は繰り返し聞くこともおすすめです。聞くたびにそうなんだと納得して潜在意識が活性化していきます。さてこのチャンネルではクオリティオブライフの向上やウェルビーイングのためにさまざまなヒントや誘導瞑想アファメーションを配信しています。毎週たくさん配信していますので、チャンネルフォローがまだの方はぜひ今のうちにフォローをお願いします。さて今日のテーマ、願いを叶える潜在意識の使い方。まずはじめに大事な点をお伝えさせていただくと、それは行き先を決めるということです。ゴールや目標、向かうべき方向を潜在意識というナビゲーションにセットするということです。この潜在意識を使っていくためには、イメージングというあなたの意識の中にイメージとしてありありとなってほしい姿や理想の姿を描いていくということがとても大切です。それが向かうべき方向になって、潜在意識がその方向に動いていきます。潜在意識は大きくは運命そのものも決めています。私たちは自分の足で歩いているように見えて、その考えや判断、そのもとに無意識の中でもたくさんの判断をしています。人間は1日に6万回の判断をしていると言われています。しかしそのうち意識的に何かをやっていることはいくつあるでしょうか。そう考えてみると、ほとんどのことを無意識という潜在意識の世界で判断をしているということになります。なのでまずはこの未来にこうありたいとありありと思い描くことが大切になってきます。これはとても大事な点なんですが、今日の結論ではありません。今日はさらに具体的にどのようにしたら理想の未来を描けるのかという点についてお話をしていきたいと思います。これは描き方のコツなんですけれども、これを実践するだけで、私自身も願いが叶いましたし、これを実践して望みを叶えられた方はたくさん見ています。ですのでぜひ潜在意識を動かしていくための一つのコツと思ってお聞きいただければと思います。そのポイントはズバリジャンルに分けるということです。ジャンルというのは、私たちの生活の中、また人生の中でそれぞれこのパートでこうしたいということ、それを分けていくということです。つまり潜在意識を動かしていくためには、私たちの意識の中に、理想の姿を描いていくことが大事なわけですが、それをありありと明確に輪郭を伴って描いていくことが大切になってきます。そうするためにはより詳細になっていかないといけないんですね。例えば人生全般でなんとなくこうなったらいいなという段階から、ジャンルに分けてこの場合はこうしたい、こういうパートはこうしたいと、もっともっと具体的詳細に描いていくことができたら、それだけ理想像を細かくしていくことができます。やはりざっくりと描くのではなく、願望実現の秘訣はありありと詳細に描いていくことになりますので、それだけ自分自身の理想の姿がリアルにありありと手触りを持って感じるようになってきます。そしてジャンル分けのポイントなんですけれども、いろんな分け方があるかと思いますが、ここでは一つのご参考として、私自身やまた周りの方が実践しているポイントとして、簡単に4つのジャンルに分けてみたいと思います。1つ目は仕事です。仕事をされている方は特に大事だと思います。もちろんすべからく目標を持たないといけないっていうわけではありませんが、もしあなたが仕事においてもっとこうしたいという望みや願い、願望を持っているならば、それを仕事というジャンル分野に分けて明確にこうなりたいと描く必要があります。自分自身を一つの、車や、船でも飛行機でも結構ですけれども、その行き先がわからなかったら、やはりナビゲーションは機能せず、とりあえず進む、その時を持った方向に進むというふうになってしまいます。ですので、この仕事っていう一つのジャンル分野を設定して、その中で自分はこうなりたい、こういう仕事がしたい、例えば出世したい、いつぐらいまでにこうなりたい、自分の仕事をこう改善して、このぐらいの人に喜んでいただける仕事をしたい。目標という言葉が固くてちょっと義務感を生じさせる言葉だとしたら、それを願いとして望みとして潜在意識にもう少し緩やかに委ねてみるのも一つの大きな方法です。そして二つ目の分野は人生全般です。これは趣味や人生の幅をこう広げていきたいとか、またいついつまでに家を買いたいとか、ここで暮らしたいとか、こういう生活がしたいとか、様々あると思います。また健康をこうして実現したいとか、何歳までこういう健康でいたいとか、人生の中で大切なこと、それに向けてどのような望みを持っているか、それを明確にして描いていくことです。これも見てるとですね、やはり願った方向に人生が進んでいるのをよく感じます。例えば何歳まで健康でいようと思っている方は、やはりそれだけ健康に過ごしています。そういうふうに自分自身を動かしていく力になっていくわけですね。そして3つ目はお金です。お金、これもとっても大切です。これも分野の一つとして、なんとなく全体の中でこういうものを引き寄せたいな、このぐらい、稼げるようになりたいなとかいうのではなく、ズバリお金、このぐらいの収入が欲しいとか、貯蓄が欲しいとか、いついつぐらいまでにこのぐらいの収入になっていたい、このぐらいの資産になっていたいとか、自分自身に方向づけをすることが大切です。そして自分はその方向に向かっているということを繰り返し繰り返し、この自分が意識している表面意識だけではなくて、自分をいつも実は突き動かしている潜在意識に命令することです。私はこのぐらいの収入を生む方向に向かっていますと、ナビゲーションにセットすることが大切です。そして4つ目の、ジャンルは家庭です。家庭、家族、とても大切です。こういう家庭が欲しいとか、例えば子供が欲しい、家族とこういうふうに過ごしたいとか、さらにもっと詳細に行くならば、家族の一人一人とどのような関係を構築していきたいか、将来的にこの人とどういう関係でいたいか、今は違ったとしても将来的にどのような関係にしたいかとか、未来になってもこういう関係でいたいなとか、そうした理想像を描いておくこと、家庭や家族にとってもとっても大事です。ここもですね、やはり願った通りになると言いますか、反対に意識しないとなかなか改善していかない部分でもありますので、この人間関係も毎年毎年改善していこうと思ったら必ず良くなっていきます。今日はこの潜在意識の使い方として願望を描くためのコツ、具体的に理想の未来を描く4つのジャンルについてシェアをさせていただきました。今後これを具体的に行える誘導瞑想も配信予定です。とっても効果のあるものですので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。